梅の国の皆様、こんにちは、どうも、川野翔です。おひり、はい、ということで今日は12月30日ですね。中学校の、公式野球チームの OB 戦に来ました。ちょっと見てください、いろんな人がいるでしょ。あれ全員僕のファンです僕のファンとなっております。僕のファンでサインを求めるのを待っていらっしゃる感じですね。はい、では今日はちょっとロングティーをねやろうと、結構コメントであってホームラン打てますかまだとかいうコメントがあって、金属バットでロングティーですね。さすがに木製は無理だと思うんで、まあ、一応金属バットでやって、リトルボーイズのグラウンド、レフトが 92m なんですね。だからまあこの辺を狙って、ファーストの塁線から92を超えれるか、金属バットで。はい、まあ、それをちょっとやっていきたいと思います。それではロングティーへレッツゴー。はい、ということで、ロンティーですね。まあ、僕は超えますよ。はい、当たり前じゃないですか。ね、僕は超えますよ。何キロ超えるんですか。え？1です。言いました。1。あの、城北の OB の子たちに手伝ってもらってます。はい。ちょっと頑張りたいと思うんでね、やっぱ後輩も見てくれてるんで。何キロ超えると思う？5かかる。5かな。5かかっちゃう。1球目いきます。ファイナス、いいボール、よし、行こう。じゃあ行こう、1球目、はい、行った、よし、よし、よし、はい、行った、よし、よし、よし、はい、行った、よし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 、3番、よし、よし、え、あれ3番、嘘やん、2番、きつい、ちょっと詰まったぐらいだと思うかな。2球目、ああ、めっちゃくちょっと左やね、ちょっと左やな、あっちにカメラ置いてるんですけど、まあ、その辺に行っちゃったね。こっちで越えないと意味がないから。さあ、3球目。連続。連続。92ぐらい飛んでるっちゃ飛んでるんですけどね。さあ、4球目。全然飛んでないな。監督が文句言ってます。わかった。これですよ。男はこれですよ。これでいきますよ。5球目。行こう。タブ。5球目。さあ。行け。さあ。行け。さあ。行け。全然、いや、入りますよ。ちょっとに限界って言われた。いただきます。これは無理やぞ、これは無理や、自信なくなってきた俺。8球目、
愛したトリコン02の高校の時に愛した、うん、これで落ちたい俺は。27歳やんか俺も、はい、豆が潰れだした。豆が潰れだした。宿ってきたっすか。ほんまによう振ってると思うよ。めちゃめちゃ痛いで俺。10本目、ここで決めたいね。10本目、この角度じゃ入らないですか僕は。え、監督どの角度なら入りますか。ボールで当てたら、はい、しゃね、卒業して12年です。はい、まだ怒られます。11球目、じゃあ11球目、じゃあ11球目、汚い、違うけど、それなんかボロくない。太りすぎもあるだろうね。ここまでやから、あの身長168の97キロ、プロフィールはね。だからもう12球目やね、はい、最後決めよう、ほんまに決めよう。行きましょう。さあ、3球目、16本目、17本目、ああ18本目、頑張ろう。はい、頑張ってくれ。打つから。14名。よっしゃ。ああ、止めた、止めた、止めた。ああ、もう無理や。もう無理や。21本目。じゃあもう行くよ。すごいドライブかかってる。やばいっすね。あ、もうみんながお昼ご飯食べ終わっちゃった。22本目。
行け。こんな体型の彼女でも22本使えばホームランが入るということが分かりました。皆さんありがとう。ありがとうございます。はい。まあ、今日はね OB 戦ということもあって、まあ未来のある子供たちに僕のバッティングを見せつけれたんじゃないかと思います。はい。なんかいいことある？おめでとうございます。弱っ。じゃあ一応ね、まあ打てるということは分かったんで、皆さんこれからも信用してみてください。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。今日はこんなところで。バイバイ。あー、終わった。はい、まあ、伊丹ボーイズのね、グラウンドの奥はこんな感じとなっております。畑です、一面。はい、ちょっとホームランボール探したいと思います。はい、この辺。でも、結構飛んでない。この辺に、はい、やりました。はい、取れますね。はい、え、何メートルぐらい？結構ちゃう。92の、いや結構ちゃう。ここも傾斜やからな、まあ、これだから推定170メートルぐらいですね。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。また SNS は概要欄から飛んできてね。